力強くて、覇気を感じてたので、何とか援護したいという気持ちで、最高の結果になりました。今の感触はいかがでしたか？ナックルドームだったので入るかな、どうかなと思ったんですけど、本当に、気持ちで届いてくれたと思います。ショートからどのようにご覧になっていましたか？いや、もうファームも見たことなかったので、どういうピッチャーか分からなかったんですけど、すごいまっすぐは、力強くて、なんか普段とは違ってすごい気合入ってたんで、守っててもリズムよく守れました。守備でも4回素晴らしいプレーがありましたね。もともと守備でミスするわけにはいかないので、何とか助けられてよかったかなと思います。それでは続いて、プロ初先発、そしてプロ初勝利、梅津晃大投手です。お立ち上げのプロ初です。大歓声を受けてのこの景色、いかがですか？すごい温かいなと思います。今日は真っさらな名古屋ドームのマウンド、どのような気持ちで上がりましたか？すごい緊張してたんですけど、本当に守備の方に、先輩の方に助けられて、気持ちを乗せてもらって、精一杯投げようと思いました。初回はやはり緊張感ありましたか？でも2回以降は2塁を踏ませないナイスピッチングでした。どうしても2回で球威、球速などはいかがでしたか？そうですね、本当にバッターに立ち向かっていくところっていうのを一番考えてあげたので、球速とかではなく向かっていきたと思います。ウィニングボールは手にしましたか？はい、岡田さんにいただきました。そのウィニングボール、今ございますか？こちらですね。このウィニングボール、どなたにどのような言葉で伝えたいですか、渡したいですか？自分で取ってきます。それでは最後にファンにメッセージをお願いします。まずは小野部選手から。今日もたくさんお客さん、来ていただき本当にありがとうございます。チャンスの時やピンチの時に、すごい、大きな歓声をいただいて、僕たちもすごい背中を押されて、これからも頑張るので、また応援よろしくお願いします。後半戦、今まで力になれなかった分、もっともっと頑張りたいと思うので、これからも応援よろしくお願いします。Thank you.